いらっしゃい。また来てくれよな。やってやる。死なせねえ。なあ、このままここで塔が崩されてただ食われるのを待つしかねえのか。もう何か
やることはねえのかよ。くそくそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私は。クリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、これが最後になるから思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。お前な、ライナーだってもう少し空気読めるぜ。おい待て、そりゃどういうことだ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ。さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな、お前胸張って生きろよ。ユミル、待って！嘘だろ。おいおい、あいつユミルを援護しに行く気か。お前は知ってたのか、ユミルが巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのに。こんな、ほらやった。ユミルは何か巨人の力を知ってた風だぞ。あいつはどっちなんだ。どっちって、ユミルが人類の敵かもしれないっていうの。
相手してやるか。そんな力持ってんだもんな。何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。しかねえだろ。ユミル。人の幸せのために死にかけた。でもその時に心から誓ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、今度は自分のためだけに生きたいと。やってやるよ。自分一人で逃げるために使うこともできたはず。なのに今そうしないのは、私たちを命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいぞ。ユミルのやつやられちまうんじゃねえか。死ぬなユミル。壊しやがった。いいぞユミル。すごい。周囲を警戒。他の兵員は巨人の討伐と104機の救助に向かえ。あんたなら余裕だろ。104機のほとんどは
装備がない。彼らの安全確保を急ぐんだ。この厳しい状況で君は本当によく持ちこたえてくれたよ。頼むぜ。あんたなら余裕だろ。任せなさい。あっちに強い巨人がいるのかな。相手してやるか。アルミ、ありがとな。ここは救援要請だ。なんとかしねえと。クリスタ、今助ける。まだやれじゃ。一体どこからこんな数の巨人が現れたっていうんだ。考えるのは後だよ、アルミ。今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。任せて。
近中、こちらに迫っています。やってやるよ。頼むぜ。わかった。片付いたか。さあ早く行ってクリスタ、あとは私が何とかする。イカさん、ありがとう、助かったよ。イカさん、あんたなら余裕だろ。やったな。人間のみんな、すまないけど今日ばかりは君たちと遊んでる暇はないんだ。立ててくれるか。よし、今助けてやるぞ。早くみんなを助け出さなくては。ミカサ、君の力頼りにしているからね。落ちてこ、相手してやるか。倒れ。さあ早く行くんだ。これでもう大丈夫だろう。助かりました。もうダメかと。私があなたの分まで戦う。いちいち心配しすぎだ、ミカサ。俺だって戦える。やってやるよ。頼むぜ。分かった。倒れ。あんたなら余裕だろ。やったな。やるしかねえな。頼むぜ。わかった。お願いしますね。了解。ウトガルド城周辺の巨人討伐完了しました。よし、窮地は脱したね。クリスタ、ここで何が起きたのか教えてくれるかい。私の名前、ヒストリアっていうの。